すずな、お薬飲んで元気になっちゃった。はい、ということで今回神業到来やっていくんですが、初使用のキャラクターすずなでいきます。前回はね、愛之助の見た目とカラス天狗の目を初使用しましたが、今回のすずな、こいつ大丈夫かな。身長とかちっちゃいんだけどさ、ムービーとかってどんな感じで映るんでしょうか。裸足じゃん、すずな。あいつ銀狐だね。かっこいいんだよな、こいつの見た目。こいつ使いたかったわ。あ、パンツ見えそう、すずな。おい、見切れてるぞ。何気にすずな眉毛ちゃんと剃ってんな。よし、でもうここに用はないんで、とりあえず財布落としたをこなして、時間がね10時になるのを待とうと思います。パンツ見えんのかな。さすがに、あ、さすがに見えないか。え、これどっち、パンツ、ポリゴン。あ、でもうっすら見える。こっか、男物の財布。これ紙箱に戻して、時間進めて寝た位置行きましょう。何？ダブル使ってんじゃん。メモリの無駄遣い。崩れ落ちてる。さあ、新しいネタあるかな？あれ？ないか。財布落とした。だけ？ちなみにこの財布もランダムなんで、何種類かあるんですよね。どこ？え？あれどこだっけ？ここら辺にあるとは思うんだが。あれ？マジでね。あー、そこか。あ、まずいな。完全に取るとこ見られちゃうじゃん。どうしよう、どうしよう。まあ、これで注目を。わあ、ダメだ。こっちめっちゃ見てる。よし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 、いけいけいけ。もういいや。あー、うわー、やばい。ここ無理だろ普通に。あ、脱いだ、女が脱いだぞ。変態集団、変態集団だ。やばい。なんだこれ。なんだこれ。あいつ喜んでた、発情してた。頼む。うわ、お前前回の動画と何にも変わんないじゃん。あー、どうしよっか。イベント進めちゃうっていうのも手かもね。もうさすがにこれ散々見たもんね、前回。あ、俺の嫌いな商人だ。お、パンツ、あ、見えない。
見切れてる。なんかおかしくなっちゃってるね。行くぜ。ちょっと待ってよ。行くぜ。疾風怒涛。気持ちいい。多分スズナじゃなかったらもうちょっとゲットできたんだけどね、一回で。全員から盗み取るか。スズナ参る。一気通せ。これは気持ちいい。手が貫かれてる。手刀。おー、いいね。やっぱ天狗の面じゃないからめっちゃ隠密しやすい。かっこいい。スズナ舞う。よっしゃ、全員倒した。かっこいい。ほら見て。かっこいいね、獅子るいるい。おい、どうした？お前もスズナだよ。来た。あっ、待って。来た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 。うわ、ラッキーだ。うわー、いいね。前回の伏線回収できたわ。前回の動画でさ、あの長老が村の中を歩いてるみたいな話したじゃん。あれがどういうことなのかわからないみたいな。で、多分自分の動画見返したら、こぼれ村の財っていうネタをやった後とかに歩き回ってたっぽいのよ。で、今出たのはこぼれ村の財のフラグなので、ちょっとやってこうか。いきます。いいぜ、お前のものだ。これはもう毎度おなじみの、あれさえあればっていうネタの発生条件です。見切れてる見切れてる。で、この配置もね、ランダムなんですよ。以前はね、なんかあの山みたいな方になかったっけか。今回どこにあるんだろう。うわ、待って、いる。長老、長老、会いたかった。かっこいい。うわー、長老、なるほどね。やっぱこの村で歩いてるっていうのはこのネタの時ってことか。あ？え、何あれ？どうやって飛んだあれ？いや、やばい。前にこのネタやった時より難易度高えかも。待って待って待って。まあ、ちょっと考えよう考えよう。これで行くしかないでしょ。うわあ、むずいなー。
どうすればいいんだろう。あ、でもここでいけるわ、多分。あ、はいはいはい。承知。あ、でも結構、難しい。てか、鈴名だから、届かねえのかな。やべえ、乗れねえ。あ、無事。いや、クソ無事や、これ。やべえ。待って待って待って、冷静になれ、冷静になれ。花火置いて、あ、ダメだ。花火を置いて、花火を台にするとかってのどうだろう。いける。うわ、届かねえ。ギリ届かねえ。うわ、やっぱこの、石の山積みに、乗らなきゃダメだろ。え、これどうやって通るの、マジで。うわ、これマジで、どうしよう。え、他になんかあったっけ、技。置いて、上に蹴る。え、なにこれ、なにこれ。え、ちょっと待って待って。あ、見つかったらアウトのネタか、これ。うわーお。ちょっと、エビゾーでやってみようかな。多分、エビゾーだったら届くと思うんだ。これ、見つかったらダメっぽいから。あ、でも、エビゾーでも変わんないな、操作のしづらさは。ちょうどうまい具合にね、この岩とさ、天井が邪魔してんだよな。いや、マジでうるせえ、こいつ。本当に、本当にやめてくれ。わあ、バグで花火が消えて、うわ、遠場が。こいつに見られたら多分ダメだから、こいつ、気絶させて、わあ、やばい、全然乗れない。どうやって取ればいいんだ。蹴るしかねえか。いや、風呂敷さ、動いちゃうのよね。いや、マジでこっち来ないで、本当にこいつ。バカうぜえ。こいつ、うわ、うぜえ、見られたわ。バカうぜえ。よし。これで行くしかない、もう。頼む。よっしゃー、取れたー。めっちゃ大変だったこれ。オッケーオッケーオッケー、行こう、もう逃げよう。おい、めっちゃ大変だったよ長老。民に分け与えようかって、そこの村からパクったのに。鈴名に戻りました。うわ、待って、え、ちょっと待って、やばい、好感度クッソ下がったんだけど。やらかした。これダメだね。いやー、しんどかったなー今回。はいはいはい。うわ、出たー、姫が行方不明。あれさえあれば。おー、食い逃げ。まあね、この食い逃げだとかっていうのは食べ物をパクるやつなんですけど、民衆の好感度が低いと発生するやつですね。まあ民衆の好感度を上げるための救済措置みたいなやつです。姫が行方不明は帝城。これ別に、これもやったよね、確か動画で。で、これもやった気がするんだけど。帝。まあ、せっかくだからこれやろっか。これやって今日は終わろう。で、花火やって、注目させたら、多分一発で開けれる。やべ、鈴名、身長が低いから、届きません。
え、マジで届かない、やば。え、マジかよ。もうトラブルばっかやん今回。うわーだるいこれはだるいぞ。いや届かねえ。あぶねえ、届いた。これはスーナはあんま使わねえ方がいいな。いやこれマジ大変。あぶねえいやこれ見てる以上にシビア。スズナでこの鍵を開けるの。あ、占領箱めっちゃある。ちょっとこれで村人の機嫌取るか。いただき、シップードと。いいね、肌が白い、色っぽいね。これは占領箱じゃないかな。あの村人のバカどもはさ、結局金か食い物かで、それ以外はねあんま喜ばないのよ。あ、これか。おお、こんなとこにあんだ。あ、以前やった時どこにあったか覚えてないけど、民衆の好感度が下がってるせいで民衆からも怪しまれちゃうね。ほら、まあこれはねいいです。やばい、ちょ待てって、最低だな。お前らちょっと待てよ、クソ邪魔したくせに。いやいやいや、これはひどいよ。よし、あぶね、今のさすまたで獲物をぶっ壊れたらどうしようって思ったわ。はい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 、これでもう黙ってて。よし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 、長老好きでしょ、白菜とさ占領箱。これでわしらの暮らしも楽になるの。いやいや、お前ら散々俺のこと人手なしにって言ったの覚えてるからな。くたばれお前ら本当によ。へえ、それではまた次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。